S&W ガバナーはアメリカのスミスウェッソン社が開発した回転式拳銃である。ブラジルのトーラス・アームズ社が2007年に発売したショットシェルの中では最小である。410ゲージ弾を使用できるトーラスジャッジの対抗馬として2011年に発売したリボルバーである。英語で審判を意味するジャッジに対し、ガバナーとは英語で知事を意味する。また、 一度は製造中止になったこともあったが、2013年に製造が再開した。スミスウェッソン社製のリボルバーのフレームの中では、ジャッジのように前後に長いロングシリンダーを持つ、スカンジウム合金製の移植の Z フレームを採用しており、フィンガーチャンネルのついた K フレームサイズの黒いシンセティックグリップを標準装備しており、バレルはステンレス製のインナーバレルが設けられている。 また、シリンダーも同じくステンレス製で、サイトは、フロントサイトが、ダブテールのトリチウムナイトサイト、リアサイトが抜き打ちのしやすい、スリットタイプとなっている。使用弾薬は前述の410ゲージショットシェルの、他に、これもまた、ジャッジと同様に、45口径の、45コルト弾、45スコフィールド弾、そして付属のハーフ、フルムーンクリップを使用することで、 45ACP 弾の使用も可能となっている。モデルは標準のマットブラックフィニッシュモデルの他にフロントサイトがランプタイプとなったマットフィニッシュシルバーモデルグリップ前面のボタンで操作を行うレーザーサイトが右側面に設けられたスクエアバットのクリムゾントレースレーザーグリップを備えるモデルも存在。ありがとうございます。